静岡県内に広がっている地域体験プログラム音泊、今回は1月20日から、舞台は港町焼津です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。でこちらが、焼津港の皆さんにとってとても大切なところがあるんですか？はいはい、そうですね、これが焼津の原点ともいう水産業の原点ともいう焼津の原点ですね、はいはい、プログラムの一つ、浜通りの歴史散歩です。船玉裏神社と言いますね。船玉裏神社、はいはい、通常は船玉さんと言っております。ここはやはり海上安全、それから大漁満足を祈願するお宮さんでございます。私ども鈴の緒と言っておりますけどね、鈴の緒、漁師の皆さんがですね、沖に行く間体が開きますね、その時に編んで神社に奉納すると。魚を取るこの網を使って同じわけですね。歩いていくと看板が、北新田とですね、それから岩志ヶ島は船元、それから漁師が主に住んでるとこだったですね。小泉八雲の石碑です。明治時代に八雲は海水浴に訪れて浜通りの人たちと交流したそうです。土間がですね、うちのずっと奥までつながってますですね、はいはいはい、70メートルぐらい、そんなにあるんですか、はい、奥まで100メートルぐらいあるの、川まで、昔は水が来たんですか？もう昔はだいぶ来ましたよ。来ました、本当の話、子供の頃に。先に出ましょうか、はいはい、奥から持ってきたのは波よけの板、海からの波を防ぐための仕掛けが浜通りのどこの家にもありました。焼津音泊は1月の20日から2月の25日まで、はい、その1ヶ月焼津を舞台にですね、40プログラム、一押しのプログラムが開催されます。なんと相撲連盟さんが関わっているプログラムもありますので、ぜひ皆さんでお参加ください。焼津面白いですか？焼津は焼津の人が相当面白いです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。